中山信明中山信明大正6年1月29日は、日立松岡藩の初代藩主。日立水戸藩譜家老、中山家14代。第12代当主、中山真守の4男。性質は、衣藩主、内藤正成の4女、鶴子。子は、真実、新石橋、信照、青木信光、信行、信厚、娘、娘。 とき娘、娘、娘。ひさし、娘、娘、娘。官位は、十五位下、備中神、微後神。高下三年四月十日、江戸で生まれる。幼名は、弓次郎。文久元年一月三日に十八歳で創生した、兄、死んだからの後を受け、十六歳で家督を継いで当主となり、不我老として混乱した水戸藩政を支えた。 同年12月16日、十五位した中神に除任される。その後、年月日不詳にて、貧乏神に専任する。さらに微中神に官任する。文久3年1月6日、幕府に上落を命じられた主君の徳川義哉に、友を命じられ、2月16日に義哉と共に、新印も江戸を出発した。途上、 尾張国の宮駅で老中の板倉勝清と水野忠清から前年8月の生麦事件について損害賠償を要求してきたイギリス軍艦が神奈川へ入港したことを受けて江戸防衛のため江戸寄付を命じられた。しかし、すでに京の近くであったため、五連市の松平ライナワと松平よりのりらを江戸に戻しただけで、吉奴と新町は3月5日に入居した。 上落した吉奴は22日に上落中の将軍に代わって関東の守備を命じられ、吉奴と新朝は4月11日に江戸に戻った。水戸藩が諸政党に牛耳られて天狗党が一掃され、さらに陳派も弾圧の対象となった頃、朝廷は慶応2年6月13日に新印の上落を命じた。諸政党の妨害を受けたものの、7月15日には、 江戸を出発して末日に、京都本国寺に到着した。8月1日に二条、成行の家門を受けて、反省の鎮静化を悟され、5日に、大阪で、老中、稲葉正国と面会したが京都での待機となった。15日に、京都諸子大に呼び出され、老中、板倉勝清よ,より、諸政派の処罰を命じる朝廷の命令を受領した。は、前回の事例から、 幕府の武力がなければ、処罰はできないと答えたが、長州政党中のため派兵はできないながら、幕府の名のもとに、反省改革に尽くすことになった。新印は20日に、京都を出発、9月6日に、江戸期、江戸で抜閣と調整を続けたが、国元の諸政党は、幕名や藩名をか論じて服すことがなかった。慶応4年に1月24日、新政府の特使によって、 日立松岡藩が立藩し、その初代藩主として、独立大名となった。翌年6月22日には、藩籍奉還により、藩知事となり、明治4年の廃藩地県で面官となった。維新後は、日光東将軍の宮司、氷川神社大宮市などを務めた。明治17年7月8日、長男の真実は男爵を受釈された。大正6年1月29日、 72歳で死去した。ありがとうございます。